どうも、小枝玉です。第27回放送、今、撮り終わりましたので、楽しみに待っていていただければと思います。夏バテ、気をつけてください。夏バテには、まだ水分をたくさんとって、うなぎを食べて、小枝玉を聞いていただければ、すぐ治りますので、必ず聞くようにお願いします。最後に何か一言ありますか？よし！さよなら。